加藤光一は、日本の政治家、外交官、肖像院朝日日大受賞。自由民主党内で、高知会のプリンスと呼ばれ、山崎拓、小泉純一郎と結成した YKK の代表格。衆議院議員、防衛庁長官、内閣官房長官、自由民主党政務調査会長、幹事長、高知会会長を歴任。 総理に一番近い男とも呼ばれたが、加藤の乱や、秘書の脱税疑惑で失脚した。山形県鶴岡市長、衆議院議員を務めた、加藤製造の逸夫。三女は、衆議院議員の加藤あゆ子。日本中国友好協会で、会長、名誉会長を歴任した。愛知県名古屋市東区白壁で出生する。その後、山形県鶴岡市で育つ。 1952年、鶴岡第三中学校に入学。父、加藤製造が自由党推薦で、同年の第25回衆議院議員総選挙に出馬し、旧山形県第2区でトップ当選。その後、加藤一家は東京へ移り住み、加藤も麹町中学校に転校。麹町中での同級生、岸田森に標準語を習う。 1955年、東島町中を卒業し、東京都立日比谷高等学校に入学。同級生に、安岡沖春、利根川進、山尾三小、黒岩千鶴子らがいた。1958年、日比谷高校卒業。東京大学理科一類を受験するも合格できず、補修科に所属。翌1959年、東京大学文科一類に合格する。 日比谷高校の同僧である外交官の渡辺真に誘われ、東大水泳部に入部。ゼミの指導教官は坂本義和。当時左官であった安保闘争のデモに参加している。1963年、東京大学法学部第三類を卒業。朝日新聞社の入社試験には合格したが、外務省の外交官試験は不合格であった。 そのため4月に法学部第2位類に内部学士入学する。その後、改めて外務省を受験し直し、合格。1964年、東大法学部第2位類を卒業して外務省に入省した。在職中に台湾大学、ハーバード大学に留学する。1967年、香港副領事在職中に結婚。 1970年に帰国し、外務省アジア局中国課次席事務官となる。この間、父、製造が死去した。製造の死後、その後援会から一致して、後継者に押され、1971年5月、次期衆議院議員総選挙への出馬を表明する。加藤の妻は、群馬県高崎の生まれで、 中曽根康弘の娘と幼馴染みであり、妻は父を早くに亡くしたため、加藤の結婚式には中曽根が、神父の親代わりで出席した。この縁から、中曽根は加藤が出馬を決めると、政治家になるなら、俺のところでやれというが、加藤は、中曽根とは、肌が合わないとして、誘いを断り、外務省中国課長をしていた、橋本博士の紹介で、 田中角栄秘書の早坂茂造と会った。そして、田中派から立候補したいとの意向を伝えると、早坂はありがたいことですが、難しい。山形2区には、坂田に池田正之助、新城に松沢雄三がいる。二人とも、角栄とは因縁あさからざるものあり。同じ選挙区に、あなたをお迎えするのは、いかに、角栄といえどもできない。その代わり、 と申しては失礼ですが、各栄の名優、大平正義のところにわらじを脱いだらいかがですか、と田中と打ち合わせ済みの向上を言い、太平派に身を寄せることを勧めた。同年12月をもって、外務省を退官。翌1972年2月、外務事務次官、方言新作の仲介で、太平に会い、太平派に加わる。政治家を志した理由は、 ニクソンショックが日本に事前に一切知らされなかったことに衝撃を受け、官僚の限界を悟ったからだと、後の回想録などで語っている。1972年12月の第33回衆議院議員総選挙に山形2区から自由民主党公認で出馬し、初当選した。この総選挙では、 東大1959年入学同期3人の若手候補が立候補すると週刊誌に取り上げられた。1978年、当選2回で第1次太平内閣の内閣官房副長官に抜擢される。同年12月、衆議院議事進行係に就任。1979年、第35回衆議院議員総選挙で参戦。 これを受けて成立した第二次太平内閣でも官房副長官に再任された。1980年前後には官房副長官として三里塚闘争を行っていた一部反対派との水面下での交渉を行い、成田空港問題解決に取り組んだが、情報流出により実現しなかった。1984年、 第二次、中曽根改造内閣で防衛庁長官に任命され、初入閣。第二次中曽根再改造内閣でも留任。1985年8月12日、日航機123便墜落事故が起きる。1991年の宮沢内閣で、内閣官房長官に、就任、二度目の入閣を果たす。官房長官在任中。 朝鮮半島出身者のいわゆる従軍慰安婦問題に関する内閣官房長官発表、通称加藤談話を発表している。1994年7月、自民党は第40回衆議院議員総選挙での敗北以来10ヶ月ぶりに与党に復帰し、加藤は総裁、河野洋平のもと自民党政調会長に就任。一貫して自社さ連立を支持し、 梶山や六らほぼ連合派を牽制し続けた。翌1995年、総裁、橋本龍太郎の下で、自民党幹事長に起用される。党幹事長として臨んだ第41回衆議院議員総選挙では、小沢一郎率いる、新進党との二大政党対決を勝利に導いた。その後、党幹事長代理の野中広武と新進党議員の、 引き抜き工作を行い、自民党の衆議院における単独過半数復帰を実現した。1998年7月の第18回参議院議員通常選挙で、自民党は大敗、党幹事長を辞職するも、後継総裁として、小渕を支持党内、第二派閥として影響力を維持した。12月に、元首相の宮沢喜一から派閥を全上され、 高知会会長に就任した。2000年の加藤の乱により、高知会が分裂。2001年12月、衆議院テロ対策特別委員長就任。2002年3月、自身の秘書の逮捕を受け高知会会長を辞任し、自民党を離党。同年4月に衆議院議員を辞職した。2003年の第43回衆議院議員総選挙では、無所属として、 立候補し、11度目の当選を果たし国政に復帰。その後、自民党に復党、高知会最高顧問に就任した。2005年9月、高知会最高顧問辞任、高知会大会。2006年8月15日午後5時50分頃加藤光一宅放火事件が発生。事件に対して、自民党の稲田智美が、保守派のシンポジウムにおいて、 先生の家が丸焼けになったと軽い口調で話題に出し、大きな批判を浴びた。その一方、日本共産党や社会民主党の議員らは、加藤の発言に同調を示したため、加藤は党派を超えた、サハジミエとの連携を意識し始める。2007年2月、自民党の山崎拓、民主党の千国義と、枝野幸男公明党の東ず淳二。 社民党の辻元清美らと超党派弁協会、ビビンバの会を立ち上げる。2008年7月3日、日中友好協会の会長に就任。2009年1月の地元で行われた山形県知事選挙では、現職の斉藤博士を支援したが、斉藤は、岸光一と船山康江が支援した、対立候補、吉村美恵子に1万票の差をつけられて落選した。 9月の第45回衆議院議員総選挙では、全国的に自民党に逆風が吹き荒れる中、小選挙区で13回目の当選を果たした。2012年12月の第46回衆議院議員総選挙に際しては、自民党執行部と同党山形県連が加藤を継続公認したことに対し、山形県選挙区選出の同党参議院議員である。 岸光一が反発し、前坂田市長の安倍俊一を擁立したため、自民党系候補者同士による分裂選挙となった。反自民党勢力をも急合した安倍に対し、選挙活動中も言語及び歩行障害が見られた、加藤は十分な支持を得られず接戦の末に敗れた。さらに、同党の比例代表では73歳以上の立候補は原則認められないため、 比例東北ブロックとの重複立候補をしておらず、議席を失った。なお、東北ブロックの小選挙区から立候補した自民党候補者の中では加藤以外全員が小選挙区内市比例代表で当選しており、加藤は東北地方で唯一落選した自民党選挙区候補者となった。落選後も政治活動を続け、2013年1月には、 日中友好協会会長及び、東海法中団団長として、元首相の村山富一や元防衛庁長,長官の中山虎らと伴いに、中華人民共和国を訪問、中日友好協会会長の東海線と会談した。2013年2月、村山らと共に、首相官邸にて、首相の安倍晋三に面会し、党との会談の内容等について報告した。 選挙再出馬については、明言を避けていたが、同年4月、講演会関係者との会合で地元において、施設秘書役を務める三女、加藤あ子を、後継者に指名し、事実上正解引退の意向を示した。加藤光一講演会は、継続して、加藤の政治活動を支援していた。同年6月26日、鶴岡市内で、 約200人が出席して開催された、加藤あゆ子さんを励ます会にて、加藤あゆ子講演会が新規に発足した。なお、第46回総選挙での落選以降は、支持組織が弱体化しており、秘書は全員、加藤の下を去った。2014年夏、インパール作戦で殉職した日本兵の異例のため、 小川誠と伴いに訪れたミャンマーで倒れ、太陽国の病院に入院した後、東京都内の病院で療養を続けていたが、2016年9月9日0時45分頃に、肺炎のため、東京都内の病院で死去した。同月15日に、自民党、加藤家合同葬が取り行われ、YKK のメンバーだった、山崎拓、小泉純一郎。 第三次安倍第二次改造内閣からは、安倍晋三、麻生太郎、菅義偉、岸田文雄、石原信明、丸川玉代、加藤の乱の当事者だった、森吉郎、青木美京、野中広夢、小賀誠、野党の小沢一郎、椎和夫、辻元清美、菅直人のほか中日中国大使のほど栄派なら1300人が参列した。 その後、日本国政府は肖像くらいに女子、朝日大受賞を追増することを決定した。1995年自由民主党総裁選挙では、同じ高知会に所属していた、河野洋平ではなく平成研究会の橋本、龍太郎を支持。河野は、党内で、総裁再選への支持を得られず、続党を断念する。橋本が総裁に就任すると、加藤は、 自民党幹事長に就任した。1998年に、念願の高知会会長に就任するが、翌年の1999年自由民主党、総裁選挙において、自由党、公明党との連立政権を目指す首相の小渕、慶三に反発し、山崎拓と共に出馬するも敗北。総裁選終了後、小渕から、 あんたは俺を追い落とそうとしたじゃないかと激怒され、内閣改造で加藤派、山崎派は礼遇され、党内反主流派に転じた。2000年、第42回衆議院議員総選挙の期間中に、民主党代表の鳩山幸夫から、自民党を離党した上で非自民主犯指名候補となる、ことを期待されたが本人は、一生に伏した。停止自立ながらも、 政権を維持する森吉郎に反発し、名友の山崎拓と共に、内閣不信任決議案提出時の本会議に欠席、または賛成する意向を示した。しかし、かつては名友であった野中広武や森派会長の小泉十日郎による派閥の分裂工作により、加藤の思惑は失敗に終わり、高知会が分裂。加藤派は小派閥に転落した。 側近中の側近、白川勝彦が落選し、国政の場に不在だったことも響いた。2002年、事務所代表による所得全法違反の責任を取って、離党、議員辞職して、総裁候補としての地位は終了した。2008年6月9日、山崎拓と青木紀夫の仲介で、森吉郎と会談し、加藤の乱について迷惑をかけたと謝罪した。 8月には、加藤の乱を振り返って、加藤に期待を寄せた若者について、お詫びあんぎゃと称して、全国65箇所を回りメールをくれた人々と、話し合ったと述べた。かつての保守本流派閥の高知会の流れを汲むさん、派閥の間で、高知会再結集構想が持ち上がる中、加藤は、派閥分裂の原因を作った、長本人であり、麻生。 小賀両派の中には加藤に不信感を持っている者も,もいた。2008年1月16日の谷垣派と小賀派の合流の正式合意に関しては、合流を報告した谷垣に対して喉に刺さっていたトゲが取れた感じだ。非常にホッとしていると合流を歓迎したが、自身の派閥への復帰には慎重な姿勢を示し、以降も無派閥のまま活動した。かつて、加藤と 山崎、小泉の名友関係は、三人の頭文字から、YKK で、YKK と称された。竹下派支配に対抗する点で三人は一致していた。加藤の乱以後も三人の関係は続いたものの、三人の、中で、最も総理に近いとされた加藤が、議員辞職などで力を落としていく一方で、小泉が総理になるなどの優位点々の後、 加藤が公然と小泉の政策を批判するようになり、三人の関係は山崎を通してのものとなっていると言われていた。加藤は、橋本政権下で、幹事長の要職につき、ポスト橋本の絶好の位置に存在し、実際に竹下派の中の有力者から総裁に押されることもあったものの、竹下派の影響力を受けた総裁ではダメだとこれを拒否。 ポスト橋本の有力候補であり、幹事長時代は竹下派と良好な関係を構築していたが、あくまでも総裁は竹下派の影響を受けない形で、就任することを目指すと当時公言していた。一時は N を加え、ニックとも称されていた。2006年夏にテレビ出演した際、総裁選出馬への意欲を聞かれ、今回、派そういうことはしないと発言した。 同年9月に誕生した安倍政権とも距離を取り続けてきたが、翌2007年7月の参院選敗北を機に批判を強めた。小鎌子誠、山崎拓と共に、親愛経験として会合を重ね、テロ特措法の期限切れを目途に当確に動き、麻生太郎以外の総裁候補を擁立するという計画が立てられていたとされるが、突然の安倍辞任により、続く。 当総裁選で親和経験はそのまま、福田康夫支持になだれ込んだ。福田康夫内閣の政治姿勢には、支持を表明した。2008年、名優の山崎拓と共に、亀井静香、菅直人と会合を重ね、4名でテレビ出演を行うなど、総選挙前後に予想される、政界再編を機に、政治的影響力の回復を狙っているという、推測もなされた。 こうした、加藤、山崎の動向に対して、昔の名前で出ていますみたいな人たちに勝手なことを言って欲しくないという批判も聞かれた。1990から1991年の湾岸戦争時、米国ハワイで開かれたシンポジウムで、日本人を危険にさらすことはできない。胸を発言し、同席した、岡崎久彦が聞きとがめて、休憩時間に注意した。 加藤発言を知った、在米日本大使館や米国務省は、日米関係への影響を危惧したが、米議会が休会中であったため騒ぎになるのは、免れた。岡崎は、日米安保ガイドラインからの台湾海峡除外や、日米中等距離外交を求めることを伺わせる、加藤のその後の発言を含めて、加藤が思考を変えない限り、総理や外務大臣になれば、 国を誤る恐れがあると批判した。2014年6月27日、山崎と会食した際に、憲法9条改正に反対かという問いに対して、うんと答え、一言一句もかとの問いには、9条が、日本の平和を守っているんだよと返答したという。また、5月18日付の日本共産党機関紙、新聞赤旗日曜版に、元自民党幹事長ながら寄稿。 第二次、安倍内閣の集団的自衛権行使用人の方針について、徴兵制まで行き着きかねないと反対を訴えたほか、慰安婦募集の強制性を認めた、河野洋平官房長官談話の見直しを進めようとしていた安倍を批判した。2009年11月2日、衆議院予算委員会で質問に立ち、鳩山幸男が本会議の答弁で、 自民党総裁の谷垣定一の質問に、あなた方に言われたくないと述べたことをたしなめ、鳩山の持論である、友愛の意味合いを問いただした。これに対して、鳩山は、質問に感謝したい、ご公説を受けたまわったと答弁した。また、代表質問の時から後ろで、機関銃のような拍手。あれ以来、民主党議員の顔が見えなくなったと語り、首相や、 閣僚の答弁の際の民主党議員の拍手や、歓声による演出を批判した。2010年2月8日、衆議院予算委員会で質問に立った際に、鳩山幸男の秘書が、政治資金規正法違反で起訴されたことを取り上げ、過去に、加藤の秘書による、脱税事件について、鳩山幸男が、秘書が罪を犯したら議員辞職をすべきと発言していた、ことを挙げ、どうして、 過去と現在で発言が違うのか、首相になったから責任は取らないのかと追求した。1992年10月、宮沢内閣で、内閣官房長官在任中に、金丸信羅の後押しで初めて天皇の中華人民、共和国訪問が行われる。当時、1989年の64、天安門事件を理由として、欧米主要国が、 中華人民共和国に対する経済制裁を実施する中、中国側の要望に応じる形での天皇訪中は国際的な経済制裁解除に大きく資するものであった。なお、当時の中国外交部長、千騎心は後に、この訪中が西側同盟の最も弱い玉木である日本を利用した結果であることを回想録の中で認めている。 2013年2月、中国海軍による海上自衛隊護衛艦に対する火器管制レーダー照射問題において、加藤は、本当に中国はやったのかななどと発言。中国海軍の火器管制レーダー照射を裏付ける映像や写真などの証拠があるとの日本国政府の主張に異議を唱えた。ハンギョレ新聞によると、北朝鮮を支持の在日コリアン。 団体朝鮮総連の外交部門を担う国際局出身で後に総連のトップになる巨層マンとは社会党の田辺誠、自民党の野中広武、山崎拓、金丸信と共に日本の政治家の中で特に親しかった。2008年7月7日、日本 BS 放送の番組において拉致被害者は北朝鮮に戻すべきだったと発言。 今日の日朝交渉停滞の原因を当時の福田官房長官案から途中で安倍官房副長官案に切り替えた日本が彼らを北朝鮮に返さなかったことによるとした。また、金正日のことをあの国では一種天皇陛下みたいなポジションの人物ですよねと述べた。これに対して拉致被害者家族会と救う会は抗議声明を出し、 五人が北朝鮮に戻されていれば、自分の意思で戻ったと言わされた挙句、拉致問題は解決済みという北朝鮮の主張に利用されたで、あろうことは少しでも外交感覚のある人には明らかだと指摘。不見識極まりない発言だ。加藤氏の精神構造を強く疑わざるを得ないと批判した。加藤は北朝鮮に日本は、 約束を破ったという不信感と口実を与えたのが、現在の交渉停滞の原因という趣旨の発言で、あるとして、西川則夫との対論番組での発言の前後の文脈を、自身の HP に掲載することで釈明を行った。安倍晋三は、この発言に対して、誘拐された子供が帰ってきて、誘拐犯に戻す親がいるのかと批判した。また、 拉致被害者5人を北朝鮮に返すとする約束もしていないことを指摘し、日本は約束を裏切ったというのは、まさに北朝鮮の主張そのものだと批判した。拉致被害者の父にあたる千村保は加藤に対して、記伝はそれでも日本人かと言いたいと記した、抗議文を加藤に送り、加藤の態度を厳しく求断した。また、拉致問題解決に取り組む。 約200人の地方議員による拉致問題を考える総合全国地方議員の会はこの一連の言動を強く批判し加藤の議員辞職を求めている。1992年7月宮沢内閣の官房長官として細部は論じたくないが強制連行されたと主張するならその通りなのだろうと日本側の非を認めお詫びと反省の気持ちを表明した。 また、南京事件について、ものの見方だと思います。南京大虐殺も30万人という人と3000人という人と、僕はこう思う。3000人でも一般市民を虐殺したら、された方は虐殺と思う。それに近いんじゃないか。だから、そこをあんまりとやかく、細かく論じたくありませんねと語ったとされる。 1994年8月、当時自民党政調会長だった加藤は中国、人民抗日戦争記念館を訪れ、ここに来るのは長年の願望だった。来年は終戦から50年。日本ではどう50年を迎えればよいか議論しており、日中戦争が本格的に始まるきっかけとなった六甲橋を訪れることができたことは意義深いとした。また、 外務官僚時代に、ハーバード大学に留学した際に、露行橋事件が起きるまでの一年と題した論文で、修士号を取得したことを述べ、アシュレ歴史的真実ただゆう一個と記して、公日記念館の館長に献じた。ありがとうございます。